あ、こんにちは、しばずですと。今日はですね、Kindle からご紹介をします。 Kindle からね、Kindle からご紹介というのは要するに、Kindle 本なんですけど、早い話はこの本ですね。新金運アップのね、千人術ね、この本です。この本はかなり具体的です。金運をどのようにアップしたらいいのかということでね、鮮度をやってると、気候でもそうですけど、非常に勘が敏感になってしまって、その敏感なものをですね、お金というものに焦点さえ当てれば、意外と鮮度の段階が進んでる人間を人ほどね、早くお金は来ると思います。ただし鮮度をやってると、お金とか出世とか名誉とか、どうでもええわそんなもんということになりがちなんで、お金にそんだけ興味持って鮮度の時間を割くかといったら割かないと思うんですよね。特にぐん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 戦術でパワーアップしてるような人は、その辺が難しいんですけど、お金がいるとなればお金も手に入りますよということです。ここ金運アップ法とか潜在意識のストッパーなくす方法とかいろいろ書いてありますここには、ね、でおすすめの本として、チーズはどこに行けたという本があるんですよ。チーズはどこ行っちゃったんだろうという薄っぺらい本です。私も持ってます、本棚にあります。これをですね、読むといいよということが書いてあります。いろいろな金運アップの方法があります。ただしイメージに長けていないとなかなか難しい部分があるというふうに私は読んで思いました。イメージ法がバッチリできるとね、目の前ね、目を閉じて目の前にリンゴを思い浮かべたら、みずみずしいリンゴ、後ろから前から横から斜め上から、その色、匂い、味ね、手触りというか、切ったらどうなるというか、そういうところまでビシッとできるような人だったら早いですよ、すごく。ただほんわかとしたのしか生まれてこない人、イメージ力の弱い人はやっぱり物事を引き寄せる力も弱いですよ、それは。で私もその辺強化しない感じですけど、でこの先導法を書こうと思ったのは、この方自身がお金にすごく困ったらしいんですよ。よくありますよね、お金に頓着しない人、鮮度をやる人はそういう人が多いですよ、やっぱし、金どうでもいいわいと、ね、それよりももっとこう、ね、金名誉、地位、金名誉、どうでもいい、ね、そんなんなんぼのもんじゃということで、それよりも鮮度で清々しい清らかな境地を得るということが好きな人、それが一番大事なんですけど、でもそのためにはやっぱり電気か水道かかりますからね、必ず集金来ますから、クレジットカードをどっかでコンビニでもいいですよ使ったら、必ず2月後に請求来ますからね。鮮度やってるからごめんしてあげようとか勘弁してやろうなんてことはないですから、この世の中は資本主義ですから。だからですね、この人も修練ばっかりやってたら、すごく収入が減ってしまって、日用品も買えない、生活が成立しないということがあったもんで、いろいろ考えましたということです。衣食住ね、衣食住があって初めてプライドが持てるんですよ、人間というのは。衣食住がなくなってしまえばプライドなんか飛んでもらうんですよ。特に私は経験したので言いますとですね、食欲っていうのがありまして、これ私も断食1日ぐらいやったこともあるんですけど、短いですけど、塩とかやるには1日ぐらいが限度なんですけど、本当にね、腹減ってくるとね、もう本当自分の何、そういうえげつない本性が出てきてしまって、しょうもないな俺という人間はと、日頃偉そうなこと考えてで一人も喋ってるくせにさ、こんなバカみたいな食欲に振り回されて、少しでもなんか食い物があったら手に掴んでね、人を押しのけてでも取っていきたいみたいな、そういうのあるんですよ、やっぱり心の奥底に。
まだまだね、そういう上とかから乾き、水の乾きとかね、それこそ乾いてきたら泥水でもすするでしょう、やっぱり人間っていうのは。この体を生かしていくという要求がすごく内側から来ますからね、うん、あるいは私よく見るんですけど、宝島みたいなとこ行って、宝石とかルビーとかお金と金か銀か、あと調度品いっぱいあるんですけど、私知らないうちにそういうとこ行くと、やっぱり知らないうちに日本のリュックサックって結構いろいろこうガー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 入れちゃってるんですよ笑えるけど本当。だからこの人は一生懸命や金運アップしたということですね。まあ詳しくはですね、Kindle 本を読んでもらえばいいと思うんですけど、この、ね、金運アップの千人術という本なんですけど、これを Kindle で読んでください。まあある程度瞑想やってる人は早いと思います。ただその金運アップのために瞑想時間を使うかって言ったら、そういう人はまあ使わないことが多いと思うんでね、まあ、それも考えて、こんなのも使えますよと、金運もアップしますよということなんですよね。はい、ではまた次回ね、お会いしましょう。